Hello, everyone. It's been a while. I think it's been a couple months since I saw you guys last time. How are you guys doing? My name is Albert Kao. I'm the localization producer for FGO. Welcome to Comdale Broadcasting Station Volume 11. We have plenty of content for you today, and so let's hope you enjoy until the end. It won't be a show without amazing guests, of course. So first, let's introduce our amazing guest to the show. Well, if you guys see me like kind of look up this way, it's because I have this like giant screen with, you know, that kind of tells me what to say. So if you don't see me, if you guys see me look up this way, it's fine. So let's welcome our amazing guest. ということで早速ゲストに登場していただきましょう。あ、映ってる、映ってる。Good evening, everyone! はい、ということで、Fate Grand Order で、エリザベートとアストロフォーを演じさせていただいております、大久保ルミです。よろしくお願いします。はい、同じく、Good evening, everyone! 同じく、Fate Grand Order で、セッションインキアラ役を演じております、田中理恵です。よろしくお願いします。はい、本日お越しいただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。ということで今日も日本とリモートでつながっております。 And you know, I think there's one more person I have to introduce, and I think you guys already know him really well already. Let's introduce my co-host from Japan, 枝村さん。 HiHello everyone! アニプレックスオブアメリカの枝村大地です。よろしくお願いいたします。はい、本日もあの日本で進行のサポートさせていただきますので、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、というわけで早速なんですけども、あの2人、いろいろお話伺っていければなと思ってるんですけれども、はい、お二人この1年間どう過ごしてきたかっていうところをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、その1年どうでした？1年、はい、やっぱりあの1年間はもうね、このコロナの影響でもうちょっと大変でしたよね。いろいろ変わりましたよね。いろいろ変わりました。収録形態とかもすごく変わりましたね、うん、やっぱりFGO もやっぱりあの、うん、リモートで収録したりとかしてましたね。あ、 FGO リモートの収録もあるんですね。リモートで、あの、うん、そうですね、うんうん、那須さんとかもリモートでもう中継こうモニターで見ながら、はい、モニターで見ながら私の声の収録をした後に、うん、1回聞いてもらって、その後こうレスポンスしていただくみたいな感じでやってたんで、はい、だから、うん、厳密に言うともうミキサーさんと私2人だけで収録してたりとか、現場はスタッフさんを、はい、少なくしていただいて、はい、大変でした、それ撮るのは。いや、でもそんな大変じゃなかったです。で、うん、あの、うん、もう本当にサクサク進んで、はい、さすがですね、まあ、ネットも、ね、はい、どんどん進歩してるしっていうところもありますよね、はい、そうですね。近藤さんのことかどうでした、この1年間。そうですね、うん、あの私日本でラジオの方を担当させていただいてるんですけれども、うんうん、いつもあの田中みな実ちゃんと、うん、高橋理恵ちゃんと2人で、あ、そのあのローテーションで2人ずつでっていう風になってるんですけど、うん、そのまあ、あの特にちょっと気をつけなきゃいけないっていう期間中は1人ずつになったりだとか、うん、あとやっぱりそのお家にいることが増えたので、うん、FGO がいやはかどりますね。集会がちょっとではかど、まあ、嬉しいようななんとも言えない気分ではありますけれども、はい、そんな感じで1年割と今もですけど、はい、うん、気をつけつつ FGO は楽しみつつって感じで過ごさせてもらってます、うん、やっぱ新しい生活に結構慣れていかないとっていうのもありながら、そうですね、まあ、このあの去年の実は、ボリューム7ではアルバートも、ね、日本に来てもらって、で同じ皆さんと同じスタジオでこう収録したりとかもできてたんですけど、はい、まあ、ここしばらくずっとリモートでの接続が続いてるんですよね。そうなんですね。そうなんですよ、うん、あれもう1年間経った。そうですね、ちょうど1年です、はい、ちょうど1年間、うんうんうん、いいなぁ。アルバートさん会いたかったです。行けているところはいいなぁ、ね、会いたかったです、アルバートさん。会いたいです。会いたいです。アルバート覚えてますか、日本来た時の思い出。渋谷とか行きましたよね。
や、いろんなところに行きましたんですよ。オープニング映像を撮るために渋谷の街並みでアルバートが渋谷ここどこみたいな。どうでした？そう、なんかあ、どうぞどうぞ渋谷どうですか？すいません、ラグで、ラグでちょっとラグ、ラグこれはね、中継のちょっと弊害ですね、はい、はいはい。渋谷の何か思い出とかありますか？どうでしたか？素敵でしたか？街並みは、いいね、そういう人が多いところ好きなの。めちゃめちゃいましたよね。そう、あの頃は渋谷もすごいたくさんまだいらっしゃって、外国の方もすごいいたんですけど、今はもう結構日本も海外の方少なくなっちゃって、そうですね、観光地とかも少ない状況ではありますけれども、いつかねまた元気に皆さんと会える機会楽しみにしたいですよね、はいはい。まあ、そういう海外周りでいうと、はい、皆さんも結構あの海外のイベントとかもお経験あるかもなと思ってお聞きしたいんですけれども、お二人、この番組は初登場というところで、はい、海外の、はい、ファンの皆さんに届けさせていただく番組になるんですけれども、お二人は、海外でのイベントのご経験とかってあったりするんですか？あ、そうですね、もう結構前なんですけど、うんうんうん、あのニューヨークでアニメコンベンションがあったんですけど、はい、うんうん、それの出演をして歌唱しましたね。歌を歌って、歌も歌われて、はい、どうでした？そこのファンの皆さんの反応とかは。いや、すごかったです。皆さんコスプレしたり、はいはい、もう思い思いに好きなこう、うん、お洋服着たりしてて、はいはい、あのキャラクターのお洋服を着てて、うん、もうそれ最前列でやってるんで、うん、もうすごい圧巻みたいなすごいですよね。私ももっとコスプレしてくればよかったみたいな歌う自身もみたいな、はいはい、一緒に楽しめるみたいな。すごかったですね。楽しかったです。ニューヨークですもんね。なんか本当に海外のイベントってライブも含めて結構盛り上がり方がやっぱ日本とも、まあ、日本盛り上がるんですけど、うん、さらに熱量高いですよね、うん、すごい素敵な、うん、大久保さんとかもありますか？海外での思い出なんか。FGO でもそれこそあの FGO で2018年と19年に3カ所行かせていただいて、うん、シアトルとニューヨークとロサンゼルスと、はい、うんうんうん、でもあのアルバートさんにそれこそあのイベントをご一緒していただいて終わった後にあのご飯食べに行ってフレンドを交換するっていう、FGO そうなんですよ。いいですね。そうなんです。ぜひ行きたいですね。行った際にはアルバートとフレンド交換をしてください。ね、ニューヨーク広すぎて、アメリカはまあいろいろ落ち着いたら来てください。行きたいです行きたい行きたい。まだね観光できてないとこいっぱいあるんで、うん、まあ、行ってみたいとことかありますか？なんか、タイムズスクエアとかセントラルパークとかメトロポリタン美術館とか行きたい、うん、まさにそのメトロポリタン美術館に行けなかったんですよ。行けなかったんだ。時間がなくて。で、超行きたいんです。絶対行きたい。絶対行きたい。観光も行きたい。観光地たくさんあるんで本当にね、いつか行ける機会があったらいいですよね。すごい、はい、アメリカのファンと交流できたらいいなと思いつつ、あとあれですね、このお二人、あの先ほどカルデアラジオ局のラジオ局の話もありましたけれども、お二人ご一緒されたかと思うんですが、なんかその時のお話、はい、思い出に残っている話とかあったりします？どういうこと話されたみたいな。結構キアラの話、うん、結構しましたね。そうでしたね、うん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 、CCC の頃の話とかも、うん、そうだ、はい、しました。結構それももう時間も経っててっていう感じですよね。久々ですか、お二人会われるのは？あ、もう久々です。なんかアフレコ現場ですれ違ったりぐらいはありましたけど、うんうん、なかなか現場でご一緒することってなかったりなんで、あとはあれです、あのリエさんのコスプレをツイッターで見させていただいて、本当に実写じゃないかっていう話で盛り上がりました。あと YouTube で、うん、あの FGO をプレイするっていう、うんうん、あの企画をやって、はい、2回くらいなんですけどやって、うんうん、で最初3回くらいかな、はいはいはい、やったんですけど、その時にキアラのコスプレを、うん、ベガちゃんっていう子に作っていただいて、はい、コスプレイヤーの、うんうんうん、でそれで着て、うん、収録するみたいなことをやってて、はい、反響とかどうでした？皆さんのコメント。いや、結構皆さん楽しんでくださって、でも私ゆるゆるプレイヤーなんで、あの結構あのツッコミがそこでこれ押さないでしょみたいな、めっちゃ お叱りを受けたんですけど、もうそれでちょっといろいろ研究しなければ、先輩としてね、スパイ戦としてもう本当に教えてもらいながら、教えてもらいながら、楽しいですよね。その周りの人と一緒にプレイするのもいいですね。ここ使った方がいいよとか、なんかイベント進めるの詰まったりしたら友達にね、誰使ったらいいとか、サポートの編成どうしようとか、いろいろ相談できるのもいいですよね。はい、うんうんうん、ありがとうございます。ちなみになんかお二人のお気に入りのサーバントとか聞ければいいなと思ったりもするんですけど、うんうん、なんか大久保さんお気に入りのサーバントいたりしますか？そうですね、お気に入りというか、うん、最近あのついに聖杯を捧げたのが、あの、うん、バーサーカーのランスロットに、
まあ、あのいわゆる、まあ、スカディでもこっちあのアメリカでももう実装はされていると思うんですけど、はい、うん、スカディを自分のとフレンドさんのを使って、うん、あのクイックがかなりできるようになったので、はい、やっぱバーサーカーのランスロットを引き連れて集会に行ってたんですけど、うん、もっと火力があると、うん、あのいわゆるイベントで一番難しいところでも、うん、バーサーカーのランスロットでいけるって気づいたら、うんうんうん、聖杯を上げた方がいいってなって結果上げてしまいました。はい、それこそ大先輩ですね。FGO 大先輩ですね。もうなかなか、私 もう本当に変なこと聞けない、うん、でもないです。教えて、ね、もらう機会がいっぱいありますよね。なんでもなんでもいろいろ教えてください。ぜひぜひぜひ。逆に田中さんとかお気に入りというかこのサーバーと好きとかありますか？なんかそういうやっぱりアンデルセンがすごい好きですね。アンデルセンと、あとそうですね、最近だと、まあ、CCC つながりでタマモキャットとか、あと、まあ、自分のキャラクターもいるんで、キアラも好きですし、あとスカサハもすごい好きです。はい、あとフランシス・ドレイクかな。あ、ドレイク選手、ドレイク選手は大好きですね。かっこいいんで、本当サーバントいろいろたくさんもいますし、まあ、それこそ作品横断してとかね、本当いっぱい実装されるんで、はい、お好みのキャラクターもね、いろいろ出たりもするかと思うんですが、素敵ですね。アルバートさん、ちなみになんか聞いてみたいこととかってあったりしますか？このお二人に今聞いたところに、うんうん、なんかお気に入りのサーバントはなんか、うん、あのゲームプレイに関して、うん、あの使っているサーバントをちょっと話したんですけど、うん、はい、そうですね、実はアメリカ、あのこの放送の時にはもうちょうどカルデアボーイズコレクション終わっているところなんですけど、はいはいはい、ちょっと質問ちょっとしたいんですが、もしよろしければ、うんうん、我こそぞ知るこの男性サーバントなんか推しキャラクターがいれば教えていただきたいなと、うん、男性サーバント、どうでしょう、いたりしますか、大久保さんとか。私あのもう常々ギルガメッシュが好きで、もうずっとギルを推してるんですけど、そうですね、まだ、うん、あのアメリカの方では実装されていないんですが、うん、今日本で先に実装されたサーバントで、うん、ものすごく推しの子がいて、うん、ただその子が誰でどうして推しになったのかまで言うとネタバレになってしまうので、そうなんですよ。ただもうすでに、うん、あのまあどこまで言っていいかオケアノスとかで出てます。で、うん、そのサーバントが、うんうんうん、すごく良くて、うん、推しになってしまったって、これがもうここまで聞いていれば、うん、おそらくあのこの先、うん、あの冒険が進んでいったら、うん、あ、大久保さんの言ってたのはこの人で、はい、あ、このシーンが好きになったんだみたいなのが分かるかもしれないですね。なるほど、楽しいですね、はい、なんか今後が楽しみになるような、すごい。田中さん、なんかじゃあ、あの実装した時にまたもう一回ゲストとして呼んでいただいて、その時にはあのじっくりお話を聞かせていただければと思います。ありがとうございます。はい、どうでしょう、田中さん、田中さんはどうでしょうか。私ですか、私は今大久保さんが言っていたギルガメッシュすごい好きなんですよ。ギルガメッシュで被っちゃうんで、他の、あ、大丈夫ですか、全然大丈夫ですよ、全然大丈夫です、うん、でもやっぱり私アンデルセンですかね、やっぱり、いいですよね、アンデルセン、はい、好きですね、はい、いいですよ、はい、本当にどんなあの、ね、サーバントの強さ関わらずキャラクターたちすごく魅力的に描かれたりとかストーリー絡んできたりとかね、うん、していくので、本当どの、ね、ピックアップの召喚とかでねまた重要になってきたりとかもしますんで、今のうちに、ね、育てておけばいいこともあったりとか、はい、いろいろすると思うんで、いろんなサーバント皆さん注目してもらえればと思います。はい、ということで皆さん、はい、あ、2人とも素敵なお話ありがとうございました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあここからアルバート進行お願いしてもよろしいでしょうか。はい、ここからはゲーム最新情報です。 So we're going to tell you about the latest campaign and event that's coming FGO、So today I'll be the one that's bringing you the latest information and announcement. So first、as you see on the screen, we have Fate Grand Order Absolute Demonic from Babylonia Blu-ray box release campaign、So, first with the campaign,、during the campaign period, we'll be giving away a ticket, and、you can use that ticket to exchange one of many limited time 5-star、craft essence that、features servants and characters from the show. So,、these are all very, you know, powerful craft essence, and not just that.
They're really, you know, I really like the illustration from this Craft Essence. So if you didn't get the time to get these Craft Essence from the summon, this is a good time for you to use the ticket wisely and exchange for Craft Essence you really like.、うん、そしてあのゲストの2人さんにもちょっとお聞きしたいんですけど、うん、この中にはどの概念霊装があの好きですか？2人のお気に入りのこの6枚の中からあったりしますか？どうでしょう、久保さん。持ってるのでいいですか？お、じゃあ久保さんどうぞ。持ってるのはネッサの語らい持ってますね。うん、あ、ネッサの語らい、はい、それこそギルガメッシュがね、はい、映ってますけれども。ギル様が、ギル様がいる。いますね。素晴らしい。大久保さんとかいかがですか？私、うん、私が担当させていただいているサーバントのエリザベートが、うん、どのクラスでも割とバスターの防具なので、うんうんうん、それもあってあのスターリーナイツが結構そのバスター強化と NP チャージがあるので、うんうんうん、それで結構使ってますね。だからあの後ろ姿というかあの振り向き美人には大変お世話になっておりますね。もう見慣れたと見慣れたいい決意、ね、強力な概念レースをゲットできるチャンスというところで皆さんも注目ですね。はい、はいはい、next we'll also be holding next we'll also be having a reflection quest that kind of reflect on the story of FGO Absolute Demonic from Babylonia, the TV anime series. When you clear those quests, you will get rewards like sand cords and summon tickets. So make sure you clear those quests and get the rewards.And as part of this campaign, we'll also be updating the battle animation for Ishtar, which is very, very exciting. Yay! すごい、モーション回収、毎回楽しみですよね、こういうの。ワクワクします。いいですよね。And so many of you are probably thinking to yourself right now, well, that's cool. I don't have Ishtar. What should I do? We got you.You don't have Ishtar? This is your chance to get Ishtar!、Yay. So, coming with the campaign, we'll also be having a TV anime, Fate Grand Order Absolute Demonic from Babylonia, Blu-ray box release campaign pickup summon. Here you can have your chance again to get Ishtar, or you can summon Enkidu and a lot of other servants that were featured in the show. And the release dates and more detail about the campaign, we'll be announcing them on our social media later and on our official homepage. So make sure you check that out. And regarding the actual information on the Blu-ray box, we'll be announcing information on our anime official website, which is anime.fate-go.us. Again, that's anime.fate-go.us. So make sure you check that out if you want to buy the Blu-ray box. And that's all we have for this campaign only, of course. You already saw it from our title. New event! Woo! Yay! As you already saw from our title. The latest event, Tokugawa Restoration Labyrinth, Ooku, will be releasing soon. And so now we'll spend some time talking about the new event. First, let's look at the prologue. And since we have wonderful guests with us today, Tanaka-san, こちらのプロローグをちょっとあの読み上げいただいてもよろしいでしょうか？はい。外部から受けた謎の攻撃により、館内からは人の気配が消え、異常な静けさに包まれていた。緊急招集で管制室に呼び出されたマスターは、被害を免れた唯一のサーヴァントと共に、原因究明のため、レイシフトを観光する。レイシフト先は、17世紀半ばの日本、江戸時代。その中心となる江戸城の秘書にして採用で、静かに異変は育まれていた。どこか怪しげな空気の漂う底知れぬ迷宮と化した浮世の区画大奥、先の見えぬ回廊の果てを目指して一行は遠霊なるお鈴廊下を行く。ありがとうございます。
耳幸せ耳が幸せです、ね、本当にいや今回からはちょっと多分、はい、あの皆さんあのちょっと多分わからないんですけど、今までエアホンつけて収録してたんですよ、うんうん、でも今回はめちゃくちゃいいヘッドホンつけて収録してるんですよ。なるほど、このためです。ありがとうございます。よかった、ありがとうございます。呼んでいただいてファンの人たちも、ファンの人たちも、ね、喜んでると思いますね。はい、じゃ続きをまた。 So, now that after we hear that wonderful introduction from 田中理恵さん、let's kind of go ahead and talk about the system for this event. So, this event is a little bit different than the previous event that Masters have played before. So, with this event, just like the name suggests, the stage is a labyrinth. And each time you kind of clear a quest, you'll get to choose where do you want to go in that labyrinth. Like you can see on the map right now, there are some places, there are some rooms that are lit up and some that's kind of like hidden that you can see the route. So to properly kind of clear and to clear this event, you have to navigate yourself through the labyrinth. And each time you clear a stage, you have to choose the best route. And you know, you never know what's gonna be waiting for you in that next room. So enjoy the event and kind of discover the routes yourself and see what's hidden in the depth of Oak. And now that we talk about the story, of course, with every new event, there will be new feature servant. So let's take a look at this new video. 命令通れば撃ちますよ。でも。どんな風になっちゃっても知りませんから。いきます。カーマサマーラ。おお、 New SSR Assassin Class Servant Karma will be available as a new feature servant in this eventshe's a powerful servant with single target, quick noble phantasm. You know, as you can tell from the profile description, she's a pseudo servant with a certain girl as the vessel. And you know, I kind of have talked about who's my favorite, one of my favorite servants in the game. And so for me, I'm like, I want Karma now. Please give me Karma now. それして今はちょっと、ゲストの2人にも、うん、このカーマについて、うん、いかがでしょうか。どうでしょう、2人、大久保さんとか印象とか見た目とか、うん、ストーリーとか、うんうんうん、まあストーリーは多分あんまり触れないと思うんですけど、そうですね、そうですね、話はね、なかなか多分あんまり触れないと思うんですけど、うん、今見たあのその宝具動画とか、うん、ここでプロフィールテキストについてはちょっとなんか印象的なところがあったら教えていただければと思います、うん、はい、もうあのね、まさにもう見た目から、うん、あ、はい、あの子かなっていうようなもうこの可愛らしい姿をしていて、うん、まあ、何よりあのうちにもいるんですけれども、うん、はい、まあ、クイックな単体で、うん、しかもそのスキルがかなり強いのと、うん、あとその宝具打った後に、うん、まあそのもうこれは手に入れてからみんなで見てほしいんですけど、うん、まあ、あの一つ付与できるものもあったりして、うん、なんか結構その性能も最高ですし、うん、段階がフレキサリーの段階が変わっていくとそれこそすごいことにとんでもないことになっちゃうんでそう何がどうとんでもないかもぜひね、うん、皆さんの目で確かめてもらいたいなと、はい、ね、はい、ありがとうございます。かわいい、うん、中田も見た目どうですか。可愛いですよね。アサシンクラスではもうダントツ可愛いですよね、うん、そうですね、もう連れて歩きたいキャラクターの一人ですね。本当可愛らしいビジュアルで、はい、またねイラストレーターさんも素敵な絵をね毎回描いていただいてて、めちゃめちゃ可愛い、はい、可愛いかなというところで皆さんぜひゲットしてほしいですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてまたアルバートさんを戻します。 Here we'll be showing you, you guys the latest illustration for, the new craft essence, that we'll have in this event. Oh.
これ新しい概念です。So here are the new illustration for the three new craft essence that's gonna be featured in this event. All these three craft essence are first of all, the illustration is very cute, especially the middle one. I'm just like, kawaii. Kawaii さこそ正義なので。Cuteness is justice. So, all these three have very awesome illustration. And not only that, they're very powerful, actually. For spoiler's sake, I can't talk about what kind of effect they are right now yet, but trust me, you'll want to have them. Well, first of all, you'll want to get them for the event, of course. But also, these are very powerful craft essence with very powerful effect that, you know, that's going to be very useful even beyond the event. So make sure you guys have a chance to get these craft essence. ゲストの皆さん、この新しい概念霊装についてはいかがでしょうか。田中さん聞いてみますか。いやもう、やっぱりアンデルセン言いますねこれね。いますね。ちょっと嬉しいですね。はい。自分の推しキャラクターがね、そうですね。いたりすると嬉しいですよね。推しがいると嬉しいですよね。違う姿見れるしみたいな。絶対毎回こう連れて行きますね、うん、そうですね。これもずっと装備させて。あれと大久保さんとかどうですか。でもアストロフォが、うん、そうですね。真ん中。何の違和感もなく混ざってるので、いやもう本当になんならもう一番似合うじゃないかっていうぐらいね。さすがですね。ただこの時の霊装が私は全部とつってるんで、おそらく相当時間。あ、もうでもですよね。やっぱもう相当ね、カーマとかこの時ピックアップされてたサーバーとか欲しかったんだなっていうのをすごい思い出しました。いいですね。使いやすくてパワフルでイベントにはね、やっぱ概念レース欠かせないんでね。絶対ない。ぜひ皆さんチェックしてほしいですね。ありがとうございます。はい、じゃ次またアルバートにお戻しします。はい、おお、コマンドコードコマンドコードね、コマンドコードに。Not only we have a new craft essence, we'll also have a new command code that's going to be event rewards for all group. And you guys know if you put the right command codes onto, you know, the right card for the right servant, these command codes can completely change the dynamic of battle and adds kind of a new layer of element to gameplay. And, you know, not just that, and these are, you kind of you look at the art, you're just like, there are certain servants I want to put these cards on. Make sure that you get these command codes. They're also time limited, event limited, so make sure you don't miss the chance to get them. And of course, you know, the 5-star command code that we have right now is featuring Kiara, which is voiced by our amazing guest, you know, Tanaka Rie-san. So make sure that you guys get it so you guys don't disappoint her, of course. そうか、そうか。わー、すごいアルバートも笑ってる。あー、いいね。このヘッドフォンいいね。いい音質で。いい音質で。いただいちゃいましたね。ありがとうございます。And then we'll also kind of talk about some pointers for the event. So for this event, there are certain servants.That will have increased damage during battle in the event. Also, after they complete a quest, they will get increased bond point. So if you have any of the servants that's listed here on the screen, make sure you bring them to the battle for this event. Not only they will deal bonus damage, they will also get more bond points as this event bonus. And if you, you know, if you haven't had any of these servants at bond 10, you know, this is a good time for them to, for you guys to bring them into battle and kind of get those bond points. そして、あのゲストの二人さんは、あのこの中になんかイベントに連れて行きたいサーバントがいますか？それともなんかこのイベントの攻略にちょっとおすすめできるサーバントがいるか？ちょっと教えていただければと思います。どうでしょう、
田中さんからいきますか。あ、もう絶対キアラ連れてってくださいもですよね。キアラ絶対連れてっていただきたいですね。今回ね、絆ポイント獲得でもあったので、そうですね、より絆も深められますし、ピックアップもされているという機会なんで、はい、ぜひ連れて行ってね、連れてってください、お願いします。そわかそわか、うわもうこれめちゃめちゃサービスだすごい、ありがとうございます。どうですか、大久保さんとかもいかがでしょう、さっきの。そうですね、まあ、集会っていう意味では、うんうん、パールパーティー、やっぱりその、うん、キャスターの深さがいれば、うん、すごく回りやすいんじゃないかなっていう反面、やっぱりその田中さんもおっしゃってましたけど、キアラは、うん、とにかく無敵貫通もありますし、うん、そもそもアーツ工具なので、うんうん、あの NP の回収の吸収のスキルというのもあるので、なんか結構そういう意味で言うと、でその付け方によってはかなりいいんじゃないかなと、周回もしやすいですし、うん、特攻も持ってますし、うん、何よりね、えらくて素敵ですとてもいいです。もう先輩のお墨付きもいただいたんで、もうぜひキアラって出てください。キアラで決まりです。本当ですね、要注目という感じですね。ありがとうございます。 And、you know, with any event, of course, you know, we have an animated trailer for the event、so let's, you know, show the trailer。ここは大敗と上演、偏愛と堕落が満ちた大迷宮、愛、痛み、答え、くるりくるりの飼い合わせ、最中に待つはナユタの女、情と欲に支配されるのもまた命の証ですものね。フェイトグランドオーダー、徳川回転迷宮大奥開催。おお、すごい、すごい素敵、うん、この CM 曲も大好きです。いいですね。どうですか、すごくいい曲、そしていろいろすごいな、また大量な情報が CM だけで流れてくる、うん、少しずつ止めてみた見ないとね、分かんないもんね。そう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 、しますよね、流れていくようにもすごく、そう、毎回新しい CM 出てきたら、うん、ポーズでなんか半分のスピードで、うん、ここ何、ここ何とか細かくチェックしていきます。うん、そう、楽しんじゃいますよね。お二人どうでした、映像見てみていただいて。あ、そうです、まさに同じ感じですね、キアラがどういう風に動いてるかとか、あと誰々のキャラクターが出てるかってすごいチェックしたくて、何回もこうコマ送りします。繰り返しね、見てしまいますね、コマ送りで少しずつ、はい、もうイベントが全部終わってから CM を見返すのがめちゃくちゃ好きで、新しい発見が、こういう意味だったのねっていうのが分かったりとか、特にこの多くはこの後ね、メインのストーリーの方にも絡んでくるようなことがあったりもするんで、なんかそういう意味でも、ぜひイベント終わってから見返して、田中さんの美しいナレーションを聞いて、心を浄化するっていう、ここまでがイベントなんでね。はい、ぜひぜひ、嬉しい。はい、じゃあまた。ありがとうございます。So now, we've heard a lot, from the guests, and, we have all this information. So, now,you know, probably everyone's wondering, when is the new event coming? And here it is. The new event, Tokugawa Restoration Labyrinth Ooku, will start on March 23rd. And a lot of people will just probably be like, March 23rd, isn't that soon? Yes, it is very soon, because right now it's March 22nd, so it's soon, TM.Is it right after this? I don't know. Wink, wink. So, the new event will be coming on March 23rd. And one of the requirements for participating in the event will be to clear part 2, a Lost Spell 3. You know, the event will be going on for a while. So you make sure that you take some time, clear the event. And so make sure you can participate. Clear Lost Spell 3. So you can participate.Event, especially, you know, like what Okubo-san just told us, this event Ooku has some kind of significant story that kind of goes with the overarching story of Cosmos in the Lost Spell. So make sure you guys clear Lost Spell 3 and enjoy the story of this event.
ありがとうございます、アルバートさん、最新の情報の紹介ありがとうございました。はい、ということでね、本当にたくさんの素敵な情報がまた今回の番組でもありましたけれども、はい、なんか結構もうお時間あっという間に進んでしまって、まもなく終わりというところで、もっともっとお話聞きたいところなんですけれども、はい、え、何を言ってるんですか、もう終わっちゃうんですか。終わっちゃうらしいですよえ、やだよ、もうどうします。いや、だってさ、前回、うん、前回の収録は結構、うんうん、まあ何ヶ月間前ですし、そうですね、久しぶりに、うん、あの人間を見るのも、まあ、人間を見るのも人間を見るのも結構久しぶりなので、うん、はいはいはい、あ、もうちょっと話したいなと思うんですけど、うん、まあちょっとお別れの時間ですね。来ていましたね。また次ね、また機会があればぜひ来てほしいですもんね。うん、というところで、まあその前にお別れの挨拶はいただければと思いまして、はい、はい、まずは大久保さんからお一言ずついただいてもよろしいでしょうか。はい、皆さん本日はありがとうございました。本当に多くとても楽しいイベントですし、今までにないような、形式といいますか、あの運び方になっているので、その辺も楽しんでもらえたらなと思います。ちょっと状況がね、まだ難しいんですけれども、いつかまたアメリカに行って皆さんとイベントしつつね、アルバートさんともね、もうちょっとこうね、こんな画面越しじゃなくね、ヘッドホン越しじゃなくね、なんかね、こう会話ができたらなと。ニューヨークの思い出が今考えるとすごく楽しかったので肉を食べた思い出がね肉を食べた思い出ね。そうなんです。でもなんかこんな時だからこそ FGO たくさん盛り上げて、皆さんのこうちょっと寂しかったりとか暇だなっていう時間にそっと FGO を皆さんの横に置けたらなと思っております。またぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。続いて田中さん、お願いしてもいいですか。そばかそばか、あの徳川回転メッキ往復まもなく始まるということで、ぜひぜひ阿弥陀アミデュラヘイブンズホールをぶっ放していただきたいなと思いますあのマスター様に、はい、できればね、アンデルさんと一緒にこう連れてってちょっとお遊びで行くっていうのもいいかなと思いますので、いろんなさまざまなあの楽しみ方であのイベントを楽しんでいただきたいと思います。今日はありがとうございました。ゲストに呼んでいただいて、そしてアルバートさん、ぜひいつかアメリカの方にも呼んでください私も行くために行きたいですよろしくお願いします。来てください、いつか来てください。ありがとうございますありがとうございます、ありがとうございます、うん、And lastly, and probably a lot of people watching the show right now is like, well, are you gonna do that? Are you gonna do that? As a tradition for Caldera Broadcasting Station, we did a kind of pre-stream campaign. And of course,we hit the goal, so we'll be giving away 5 Sang chords. Yay! Yay! But wait, there's more. To celebrate, kind of, Caldera Broadcasting Station Volume 11, and this is also our first Caldera Broadcasting Station of the year for 2021.So to celebrate that, we'll also be giving away 10 more Sang chords to the grand total of 15 Sang chords. Especially we've announced a lot of campaign and events.There are a few special summons that's coming, so make sure that you guys use the 15 Sang chords wisely. Anyway, that unfortunately is really all the time that we have for today. 本当に今回は最後のお別れです。もう終わりです。終わりですね。これでは今回ご視聴
ていただきありがとうございます。Thank you guys for tuning in to Kaotea Broadcasting Station, Volume 11. You know, we are still kind of doing this as kind of remote thing between me here in America and our team over there in Japan. We'll still try to bring you the latest information and to, you know, bring you guys special talk with guests and stuff like that. So please look forward to more Kaotea Broadcasting Station in the future. And thank you for your continuous support for Fate Grand Order. And we will see you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.